その悪魔はこう言った。電撃文庫養生水晶魔法学園グリモノは、最先端の魔法技術水晶魔法の使い手を育成する学園がたった一日で消滅した。旧世代の魔法凝神魔法を操る世界の英雄難問排除の手によって、生き残った少年疑いカルタは特殊な水晶魔法で彼らに対抗する。それは青い青い青ざめた肌を持つ少女だった。狂った世界を正すため壮絶な復讐劇が始まる。アポカリプスウィッチ飽食時代の最強たちへ、9月10日発売。